では共同についいてお聞きをいたしますこの点について、弁護士や調停員の方からこういう意見をもらいました、面会のときにいくら DV と主張しても、調査官はスルーというか、あまり取り合ってくれない、DV の調査命令など、ほとんど実はないということなんですね、DV は殴るとか蹴るとか、具体的なことを裁判所はわりと考えている、それ以外はだから共同親権にされてしまうんじゃないかという不安です。で

レシートをを毎日出ささせて細かかくチェックをするととお金を渡さない,といった経済的 dv もあります一晩中説教するとか正座しろと言って反省しろと言ったりまさに反省ノートを書かされるとか殴る蹴るだけが DV ではなくて例えば友達と付き合うなとかあの自分の実家と付き合うなとかすごく孤立させてあバカだブスだとか言ってですねすごく孤立させて自尊心傷つけ,傷つけて無力化していくっていうのが のもすすごく dv だと思っていますこういうのは殴られてはいないんですよ、蹴られてもいないんですよ、でも DV だと思うんですね、こういうのが今の裁判実務でもいろんなところでも軽視されている、だから心配してるんです、大臣、いかがですか小泉法務大臣。DV にそういう目に見えないさまざまな精神的なものも含めて、さまざまな形態があると。 いうことは非常にあの重要な指摘であろうと思いますむしろ目に見えないものの方がまあ、多いかもしれないというような多分広がりと深さを持った深刻なあの現象だというふうに思います問題はそれをこの法務委員会から発していただいたその問題意識を我々行政そして司法がしっかりと立法からいただいたそういう問題意識をしっかりと受け止めてそれを現実の 業務の在り方に生かしていくということだと思いますので、あの引き続きあの粘り強く努力をしていきたいと思いますし、その努力は裁判所とも共有をしていきたいというふうに思います、はい、福島瑞穂さん。はい 共同親権を言っている家族法の学者の人たちの中にはもちろん、その共同親権一般には私は賛成だけれどこの法案はまずいやっぱり不十分だダメだめだとこう思っているんですねその理由はですね共同親権一般で言えば共同親権が一般にあのその賛成の人たちはやはり共同親権が一般的になれば離婚してもパパでありママであり協力ができるのではないかということを、まあ、長い間にこの日本の社会が変わることを期待しているという。 気持ちは私は私理解でできるんですしかしこの法案はあまりに危険なところがあるんじゃないかつまり実は単独親権だろうが共同親権だろうが結婚中だろうがいわゆる事実婚だろうが離婚後だろうがうまくいってる場合はそこそこうまくいって別に協議が十分できるんですただ最大の問題は親権というものがまさに重要事項決定権であって で別居親が重要事項決定に関して自分の権限だということで介入してくる俺は認めてないぞ私は認めてないぞ俺はそれに反対だと常にそれで介入してくることで支配とコントロール、まあ、DV やもそうですが支配とコントロールが離婚した後もその新たな家庭に常に入ってくるというこれがすざまじいストレスでもう生きていけないという状況になるんですね。ですからやはり 単独親権、共同親権、やっぱり、えっと、大臣の頭の中には、やっぱり単独親権ではなくて、初めから単独親権じゃなくて、共同親権の道を模索して、子どもの利益のために共同親権というのは、実はやめていただきたい。それは嫌だ できない話ができないだったら、もう初めから共同親権でいいんですよ、途中で面会交流などやりながら、関係が改善すれば、私は共同親権にすればいいと思うけれども、話がすらできないのに、パスポートも取れないみたいな事態、うじの変更もできない、髪の毛の染めることもできない、転居もできない、学校変わることもできない、保育園も変われない、もうこんな状況が続いたら、もう地獄ですよ、その点いかがですか。 小泉法務大臣まさにそういうケースにおいては、それは単独親権にしなければならないケースです、最初からそれはもうあの論外、もう除外されるべきケースであります、またそういう恐れがあると、恐れが今は改善されてるけど、過去にそういうことがあって、普通に考えてみて、その恐れが消えていないという場合も含めて、DV が関わる、虐待が関わるようなあの事案については、まず外す、単独親権でやる。 まあそれがままず出発点だと思いますそうではないケースについては話し合う、話し合いの余地を求めていこうと、まあ、そういうのがこの今回の改正の本題の趣旨でありますので、あのそのようにご理解いただきたいと思います。 だめなものはだめっていうか、嫌な人は嫌で、愛情がなくなったり、それから高葛藤で顔も見たくない、口も聞きたくない、もう電話かかってくるだけで超ストレスみたいな状況残念ながらあるんですよ、その場合に一方が、嫌だと言っても、この法案の最大の欠陥の一つは、不同意、強制共同親権ができるっていうことなんですよ。やだ 声も聞きたくない、電話に出るのも、メール見ても、ゾッとして、鳥肌が立って、じんましんが起きるみたいな状態のときに、裁判所がいやいやいや、話し合いを共同親権ですって言われたら、おかみに本当に強制されるっていう意識になりますよ、ですから、それを避けていただきたい、不同意共同親権はだめだと思いますが、裁判所が命ずるのは、いかがですか小泉法務大臣。それはあの当事者の方がそういう主張され、また、その事実関係を述べられれば、 裁判所も当然、これは共同親権にして、共同親権の共同行使、これは困難だという結論にそれはな,なると思います。基本的にそういう考え方で、この法律は成り立っていますので、その場合は単独親権でということです。もう見るのも嫌、あの同じ部屋の空気吸うのも嫌ということで、共同親権、共同行使できませんよね。それは明らかに困難ですよね。その困難が認められれば、 た片方の方が共同親権でと言われても、それはもうこちらの方々が、方がいや、それはもう絶対、こういう理由で無理ですということを説得的に言っていただければ、それをその無理やりですよ、職権で共同親権するというような運用は全く想定していません。はい、福島みずほさん大臣ありがとうございます 問題はだからその大臣の答弁ですね、大臣のそれだと、一方が嫌だって言ったら、そこで無理やり共同親権、そこまで嫌って言ってるんだったら、共同親権になることはないですよっていうことが、実務にちゃんと反映されないといけないと思っています、ですから、大臣は誠実な方ですから、不同意共同親権、これを裁判所が強制することはありませんよっていうことを、ですねやっぱりこの法務委員会で確認している、これがでも実務でも本当にそうなるか、私は修正する。 すべきだという強い意向を持ってるんですが、えそれが反映されるようにと思います。そして、あのパスポートの件もあるんですが、今日は文科省厚労省にも来ていただいているのでえー、ちょっとお聞きをします。え、パスポートの場合は？ ちょっと待って、旧白の事情でも認めないぞっていうのを事務所に出せば、もうパスポートの発行がいくら旧白でも1週間後に修学旅行でも出ないわけですよね。でところでえ、こうなんですね、別居屋が学校や病院などに先回りして、重要なことは自分の同意がない限り受け付けたり進めたりしないことと通告していた場合、これは同居屋は旧白の事情として単独行使することができるのか。学校病院等はこののようなあらかじめの通告 国を拒み得るのかいかがでしょうか竹内民事局長法務省からの答弁でよろしいでしょうかお答えいたします新権の単独行使が認められるこの利益のため900の事情があるときとは 父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合を指しております。ご指摘のようなケースにつきましても、今申し上げた要件に該当する限り、旧白の事情があるとして、親権の単独行使が可能であると考えております文部科学省大臣官房、浅野学習基盤審議官。お答えいたします。 今、法務省の方から答弁して,あのしていただいたとおりでございますが、いずれにしても文部科学省といたしましては、今般の民法改正の趣旨の理解、促進が図られるよう、法務省をはじめとする関係省庁と連携しながら対応してまいりたいと思います福島瑞穂さん。文科省は今、対応していきたいって言ってるけれども、そしたら逆に、こうですよねいや、つまり何がことかというと、 子どもが単独でできる場合がある、それから単独親権でできる場合がある、しかし共同親権でやらなければならない場合がある、しかし共同親権でやらなくちゃいけない場合でも、休泊の事情があれば単独でできる、それから転居やいろんなのは、この間の友農議員やいろんなことの答弁にあるように、学校の転居や、それから住所の変更は単独でできるという答弁なんですよ。つまり共同親権でやるべきなんだけれども、休泊の事情がなくても,もう事後あの、そんなのチェックできませんか。 だから、役所は転,居も校,転校もも認認めめるるし学のいうこととなんですこころがこれから議論するということであれば、私が子どもとこうなんか面会で話してて、え、なんかお母さん引っ越すとか言ってる、え実家に帰るって言ってるってなったら、学校に行って、ですね絶対に転校や、あるいは役所に行って、転居を認めないように、だから離婚届、不受理申し立てじゃないけれど、どんな届け出があっても受け付けないようにって言ったときに、困るんじゃないかと、パスポートと同じようなことが起きるんじゃないかと心配してるんですよ。いかがですか その学習基盤審議官お答えいたしますあの現行の民放課におきましても、各学校においては、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果と、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、現在においても裁判所や警察、 教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じ、適切に対応してございます。文部科学省としては、この共同親権の導入後も、これまでと同様に適切な対応が図られるよう、法務省はじめとした関係省庁とも連携の上今般の法改正の趣旨等について、教育委員会等を通じて丁寧な周知を行ってままいいいりたいと思います、はい、福島みずほさん。はい 答弁ありがとうございます。今までと変わらないという答弁にちょっとほっとするんですが、しかしね、正確な情報収集ができないからとおっしゃいましたが、別居親が絶対に転校を認めるな、絶対にえ転居届を認めるなと、あらかじめ役所に行ってた場合、学校に行ってた場合、明確じゃないですか、パスポート同じで認めるな、書面が出た場合はどうするんですか。佐野学習基本審議官。 いずれにしても、その、旧の白の,あの事情に該当するかどうかも含めて、どのような法的な解釈で、そのようなあの事前の,あの取り決めをですねあの考えていくかということについても、学校単独では考えられませんので、先ほど申し上げましたように、関係機関との相談や情報収集を行って、個別のケースに応じて、適切に対応していただいていくものと考えております。福島 それが心配なんですよ適切っていうのが何なのかつまり限りなくパスポート状態になるえお母さんが学校に転居届を出すそれからあ転校届を出すえ役所に え住所の変更を申し立てる、まあ、今は、OK、なわけですよね、OK、ところが夫が先回りしていろんなところに絶対受け付けるな、まあ、離婚届不受理申し立てじゃないけど何が来ても絶対に受け付けるなって言った場合にやっぱそれを考慮することになってしまうんじゃないかパスポートのようにパスポートは確かに海外に行って未来英語会えなくなるかもしれないからという配慮が実は陰にあるんじゃないかと思いますけれどもえあらゆることに先回りする夫夫か妻か分かりませんがもっと 夫がいたらですね何一つできなくなっちゃうんでですよ何一つできなくなくってしまう、単独でできることが、ですからこれはやっぱり、役所や学校は立場が弱い面もあるし、訴えてやるぞと、俺が受け付けるなと、共同親権の親権を持ってる自分が受け付けるなって言ったのに、なんで受け付けたのか、訴えてやるって言われたら弱いですよね。 それでも適切に対応してくださるっていう気は、答弁ですので、従前通り行われるように強くお願いいたします。ええー、すみません、厚労省もさっき手を挙げてくださったんで、お願いします。今日は、この後、あの委員会があるということで、退席してください。委員長、お願いします。はい。ではあ、もう、あ、浅野審議官におかれて、退席して、結構です。厚生労働省大臣官房宮本審議官。はい、お答えいたします。 えー、子どもの利益のために急迫な事情があるときはあ、例えばあのご指摘のようにあの一方の父母から事前にですね通告があるようなあ場合であったとしても、えー、父母の一方が単独で親権を行使ができるというふうに認識しております。えー、厚生労働省としては医療機関の状況を注視し、法務省とよく相談しながらガイドラインの必要性についても検討しつつ。 制度指針の周知に図ってまいりたいと考えております福島みずさん病院に通うとか、とても重要なことが共同親権になるためにあの、うまくいかなくなるなんていうのは、本当に避けなければならないと思っています、それで中絶の問題です、そもそも、あ例えば16歳、17歳で妊娠をしてしまった、やっぱ本人は中絶をしたい、単独でこれは中絶ができるっていう理解だと思うんですが、多くの産婦人科医は、保護者欄があり、保護者、まあ、1名ですけれども、 署名をするあるあいは判子まで要求しているようなところもありますこれ今までででで通りでいいんですかでもこれって共同親権の対象にえ中絶についての同意というのは共同親権の対象なんでしょうか、その場合、多くの今、産婦人科医の窓口で行われている保護者1名、まああの、スマホの買うなんていうのも保護者1名というところで大体なっておりますが、それで変わらないということでよろしいんですか。 野村審議官医療の契約という観点の答えは、先ほどあの厚生労働省からあった方でござい、あったとおりでございますけれども、人工妊娠中絶といいますと、母体保護法で規定をされておりますけれども、この母体保護法上は、指定医師は本人および配偶者の同意を得た上で、人工妊娠中絶を行うことができるとされております、この規定の運用上は、これらのもの、つまりまあ本人および配偶者でございますけれども、未成年であっても、この同意を行うことができるものとして運用しているところでございます。 そうすると,、えー、と、一方の、これまた別居、えー、親があの、なんかその娘が妊娠したようだとで、あそこの病院だと、絶対に中絶を認めるなっていう書面を出したり、できたらどうなるんですか野村審議官。 母体保護法の規定上は、えー、14条で、まあ、あ本人及び配偶者の同意というふうに、えー、書いてございますので、まあ、この規定の指旨にのっとって対処していただくということになるかと思います、はい、福島みずほさん、はい、確かに母体保護法は、本人または配偶者の同意ですから18歳だろうが、15だろうが、14だろうが、13だろうが、これは単独でできるということでいいわけですよね。 分かりましたということで、えーまあ、子どもができるとただ、恐れているのはなぜこんな質問をするかというと現場ではやっぱ訴訟リスクを考えてとにかくたくさん同意を取るというふうになってしまうんじゃないかあるいは共同親権の一方の当事者が病院にあらかじめクレームをつけたり止めろと言っていたらそれでいろんな医療行為がストップするんじゃないかという危惧です。でもも今日中絶に関しては、えー、子ど家庭庁の側から 子ども本人、または配偶者の同意ですから、これをクリアすればいいので、基本的に共同親権者の一方が、それにクレームをつけることはできないということで、理解をいたしました、それでよいということですね野村審議官。母体保護法の解釈上はそうなっております、はい、島水保さん。各々、はい、かくかく作用にいろんな点であの問題が起こりうるというふうにも思っているので、えー、いろんなことが、あの本当に 子どもの人生がとても修学旅行に行けないとかです、ね、中絶ができなくなるとかいうことが起きないようにお願いします。同居親の単独講師にかかる日常行為と、別居親のそれの範囲はどう違うんでしょうか、それは看護者の定めの有無で変わるのでしょうか。月内民事局長 お答えいたしますえ、本改正案ではアフボ双方が新県者である場合でありましても看護または教育に関する日常の行為をするときは新県の単独行使が可能であることを定めております別居診におきましても例えば親子交流の機会にこの世話をすることはあり得るところでありまして日常の行為の範囲は同居診と別居診で異なるものではありません本改正案では看護者が定められた場合当該看護者はああ、旧白の事情やああ、日常の行為に当たるか否かにかかわらず単独でこの看護及び教育をすることができることとし おります、えー、そして、看護者が定められている場合におきましては、看護者でない親権者は、看護及び教育に関する日常の行為については、単独で親権を行使することができるものの、それが看護者の行為と抵触するときには、看護者の行為が優先することになります。 島みずほさんはい4月25日の友農委員への答弁では、同一学区内の転居でも日常行為に当たらないというふうにされました、確認ですが、居所指定権について、看護者が指定されている場合は、当該看護者が単独で行使できる、転居に他方の共同親権者の同意を要しないということでよろしいんでしょうか。武内民事局長 委員ご指摘のとおり、看護者が定められた場合には、看護者は例えば個別の事案において、この居所の指定などが日常の行為に当たらなくても、単独でそれを行うことができます。島みずほさん 4月23日の衆議院の法務委員会では、子どもの髪型髪色の決定も、場合によっては日常行為にはならないとされました、で衆議院の付帯決議で求められたガイドラインを作ったとしても、日常生活のあらゆることについて、事細かに場合分けするようなものはできない、なおグレーゾーンが残るというふうに思います。そそもももガイイドラ,イン,をラインをまととめることも難しいいんじゃないですか池内民事局長 衆議院の法務委員会におきまして、神経の単独行使の対象となる九伯の事情看護及び教育に関する日常の行為等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすることとの付帯決議がされたところでございます。この周知広報の具体的な内容につきましては、ご指摘の付帯決議の趣旨も踏まえまして、この利益が確保されるよう関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。福島美佐子さん。はい。髪の毛を染めるのは高速に髪の毛を染めてはならないと。 なっていたら退学になる可能性があるからその場合は共同親権でやらなくちゃいけないただ紙を染めるのは普通常は日常行為細かいんですよじゃあ退学になるかどうかの可能性って学校によっても違うじゃないですかもう本当に本当に 本当に気が合わなかったら、もう子どもも何も決められない、むしろ共同親権を決めていることが、えー、子どもの利益に明確に害すると、日常生活、学校生活を送れないということにもなりかねないと思っています。そこで、えー、先ほど牧山委員が、理事が、えー、乱訴のことをあの言いました。私は 家庭裁判所も忙しいのに子どもの髪の毛の色を染めるかどうかとかですね、えー、じゃあ隣の学区内に引っ越すかどうかも含めて家庭裁判所で決定するというのは本当にこれはいいのかと思っていますむしろ、こういうことすら協議できないとしたら共同親権にふさわしくないんですよ。 子どもの髪の毛を染めるかどうかとか、えー、修学旅行に行くかどうかも含めて、決められないような場合は、共同親権は合わないんですよ、合わないんだったらもうやめるべきだと思ってますし、むしろこういうことで家庭裁判所に、別居親が訴えてやる、訴えてやる、訴えてやる、訴えてやるって、訴えてくるようなのは、もう悪いけど、親権者として不適格。 真剣あなたは親権者として停止ぐらいあ、さっきのパスポートのケースの場合は、親権停止の審判が出てるということなんですけれども、えー、そもそも乱巣防止ということであれば、このように、ささいではないけど、この髪の毛の色はささいではないけれども、そういうことまで家庭裁判所に訴えてくるっていうことそのものが、共同親権としてもやってられないというふうに思いますが、いかがですか。内民事局長。 お答えいたします、まあ、本改正案におきましては、父母の合意がないことのみをもって、父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえってこの利益に反する結果となりかねないというふうには考えておりますが、あの父母の感情的な対立が激しいために、 共同して親権を行使することが困難であるというふうに認められる際には、819条7項の2号の要件に当てはまるというふうに考えますので、仮にそのような事実が認められるとすれば、必ず単独親権にしなければならない場合であると考えます。はい、島美澤さん。ぜひお願いしまして、これは、えー、結婚中も共同親権ですから、別居中も問題になりうると、だから関係が悪化してきた場合や DV 状況で、 一方の当事者がガイドライン違反で訴えられるとかえ離婚に際して、急迫の事情を本当に争いになって子供を連れて出たことがガイドライン違反かどうかものすごく不利な事情として主張されることがありうるというふうに思っていますそうするとこのガイドラインにビク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 してこれに反しないようにってなってですねえ余計、なんかあの子育てがうまくいかないというか配偶者管理マニュアル化しかねないとこのような危険性についてはどう思われますか 内民事局長答えいたします本改正案では、親権行使のルールを整理するとともに、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならないとしております。本改正案の趣旨、内容が正しく理解され、ご指摘のような危険が生じることのないよう、周知候補の具体的な在り方につきましては、衆議院法務委員会における付帯決議の趣旨も踏まえまして、この利益が確保されるよう、関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。はい 島水穂さん。はい。共同養育計画なんですが、外国で結構細かく規定しているっていうのは理解しています。ただ子どもも成長するし、サッカーの試合があるとか、部活をやってるとか、習い事してるとか、子どもも。 今日日の子供は忙しいわけですよねその場合に、ガッチガチに夏休みやお父さんのところに何日間行くべしとかあると、子どもの生活、人生そのものがものすごく拘束されるという危険性があります。えー、また、親講座、親ガイダンスも私はあの重要なこともありうると思うんですが、一方で我慢しなさいとか、子どものためにやっぱ共同親権がいいですよみたいな形で、ある種の家族像を押し付けられるというな危険性もあると思います。 竹内民事局長 お答えいたしますあの。法務省におきましては、法学者や心理学者の協力を得まして、離婚後養育講座の調査研究を実施してきたところでございます。この調査研究におきましては、協力いただいた研究者等から、DV やハラスメント等のある事案については、講座の内容が必ずしも当てはまらないケースもあり、個別具体的な事情に即した対応がより重要であるとの指摘もされたところでございます。こうししししたた指摘も踏まえまえて、て、て引き続き続適切な養育講座のあり方方について関係府省庁や地方自治体等と連携して検討したいと考えており この参議院の法務委員会の中において、それぞれ大臣含め、えー、非常に答弁していただいて、実は条文とずれてる、旧白の事情や、えー、不同意共同親権、強制できるという条文と違う面や、いろんなところがこう出てきていると思います、それを周知徹底する必要もあるし、本来はきちっとま修正すべきだと思いますし、まだまだ議論が必要だと思います。質問終わります。<laughs>